海上自衛隊は海を越え外部からやってくる脅威に対し我が国を防衛するとともに我が国周辺の海域における海上交通の安全を確保することを主な任務としています。また大規模災害への対応や海賊対処活動、国際平和協力業務など国際社会におけるより安定した安全保障環境構築への貢献といった役割も果たしています。隊員は総員およそ4万5000名、イージス艦などの護衛艦、潜水艦、哨戒機、ヘリコプターなどを保有し年間およそ1兆2000億円の予算を運用する巨大組織です。海上自衛隊は東京市ヶ谷に海上幕僚監部を置き機動的に運用する自衛艦隊のほか日本を5つの経陸に分けて担当する地方隊、隊員の専門教育を行う術科学校、装備品や物資の補給などを担当する補給本部など多種多様な部隊などが連携して我が国の海の安全を守っています。海上自衛隊を運営する職員は全てが自衛官ではありません。事務職である防衛事務官、技術職である防衛技官、教育に従事する防衛教官などの特別職国家公務員が全国の部隊などで活躍しています。その内訳は全体のおよそ 7% にも及びます。海上自衛隊の巨大な組織の運営と活動を円滑に実施するために多種多様な業務があり海上自衛隊の活動を行政分野で支えるのが防衛事務官、防衛技官、防衛教官の役割です。海上自衛隊に勤務する防衛事務官の職種は次の8種類に大別されます。たくさんの人や物、お金を要する巨大な組織の諸活動を円滑に実施するためにそれらを有機的に結びつけ効率的に運用し行政事務の分野で支えるのがおよそ1700名の防衛事務官の役割です。防衛事務官として採用されると原則として複数の職種を経験した後に個人の職種適性などを考慮し専門の職種が決定されその分野のスペシャリストとして養成、人事管理が行われます。防衛技官として採用されると採用区分などを考慮して装備品などの種類に応じ4つの職種に配置されそれぞれの分野のスペシャリストとして養成、人事管理が行われます。また事務官の職種にもありましたが新領域という職種にも携わる機会があります。世界有数の海上防衛力を有する海上自衛隊では多数の艦船、航空機とともに港湾施設や滑走路など一般にはない特殊な施設を多数保有しておりこれらの装備品や施設の取得、維持、管理をおよそ1200名の防衛技官が技術的専門知識を生かして支えています。海上自衛隊で研究職として勤務する技術系職員は次の2つです。能力分析系の業務に従事する防衛技官は研究職として国内外の最新の防衛政策、軍事、装備技術の動向を把握し数理的分析評価の手法を通じて政策の企画立案、部隊運用、装備品の研究、維持運用などの分析業務に携わります。海洋・音響系の業務に従事する防衛技官は研究職として対潜水艦船などに必要な海洋における海況予報や音波伝播予報および探知音の解析・評価に関する調査研究、システム開発・改善などの業務を行います。防衛教官は海上自衛隊に設置されている術科学校などにおいて海上自衛隊員に対して英語教育を実施します。海賊対処活動をはじめとする各種国際貢献活動の増大、アメリカ海軍との連携強化や多国間での共同訓練への参加機会の拡大など海上自衛官が業務遂行のため英語力を身につける必要性が増大しています。これに従い
防衛教官による教育の重要性も高まっています。海上自衛隊では基本的知識と職種ごとの専門知識習得のための教育研修の機会を充実させ、職員個々のスキルアップを目指した人材育成に力を入れています。素養教育として入省年の4月には防衛省全機関の新規採用者が一堂に会する合同初任研修が、翌5月からは海上自衛隊の新規採用者を対象に基本的素養の習得を目的とした初任特別講習が実施されます。以後、職責などに応じた各種研修や省合同による選抜研修なども実施されます。術科教育は海上自衛隊内で実施されるものもあれば、選抜の上省内多機関多省庁をはじめ民間企業やアメリカ海軍に派遣されての研修などもあります。海上自衛隊ではさまざまな任務を確実に遂行するため、海上自衛官と防衛事務官、防衛技官、防衛教官がそれぞれの専門的知識や経験を生かし、力を合わせて業務に従事しています。